ハイプレーウォールどうも野球人です。巨人石川慎吾2軍で無双も1軍出番なし、トレードはありなしということでございまして、今回はですね、今2軍ですごい活躍している石川慎吾選手、まあ彼、ですね、なかなか1軍で出番もらえない中でですね、トレードの話が結構出ておりますが、それ実際どうなのかというところに迫っていきたいと思います。まずはこちらご覧ください。はい、石川慎吾選手ですね。2011年ドラフト3位指名の選手です。はじめは日本ハムに入団しました。年俸が2000万円、出身地大阪、1993年4月27日生まれ、28歳、178cm、 80kg、 ポジション外野で右投げ右打ちの選手でございます。石川選手はですね、日本ハム時代から打力に定評がありましたが、なかなか一軍で結果残せず、2016年オフに太田選手、久保選手との交換トレードで、吉川選手と共に巨人へ移籍してきました。試合機会は日本ハム時代より少し増えたものの定着はせず、今シーズンも層の厚い巨人では代打での出場が主です。現在は2軍での活躍が目立つということでございます。はい、通算成績ですね、見ていきましょう。337試合で2割2分3厘610打数の136安打14ホーマー、60打点132三振41球盗塁3つ、OPS が 0.625 という成績でございます。はい、で、今年はですね、出場機会を求めてキャッチャーにも挑戦しました。第3の補修的なね、役割も担うということで期待されたんですが、ここまでね、その練習はあまり功を奏してないかなという感じでございます。で、外野はですね、松原選手、丸選手、梶谷選手、あとはね、ウィーラーとかも、いるんですけれども、結構ガチガチにね、やっぱり巨人固められておりまして、その中で1軍でわずか今シーズンも20試合の出場にとどまっている。さらにこの20試合の中でもやはり、ほとんどが代打での出場ということでございますので、そうですね、その少ない打数ではなかなか結果も出すことも難しくなってきているということでございます。で、今シーズンの成績ですね、そちらも改めて見ていきましょう。はい、では今季成績ですね、まず1軍から見ていくんですけれども、先ほど言った通り20試合ですね、1割9分4厘31打数6安打0ホーマー0打点5三振4四球、 BBK が 0.80、 出塁率2割8分6厘、 OPS が 0.542 という成績でございます。やっぱり打率がね、伸びてこないかなというところで、これでね、今の巨人の外野の層で使うっていうのはなかなか難しいのかなというふうにはね、やっぱり改めて思いましたね。で、2軍成績見ていきましょう。ここまで30試合で打率がなんと3割9分1厘、115打数45安打10ホーマー25打点15三振11四球盗塁1つ、 BBK が 0.73、 出塁率4割4分5厘、 OPS が 1.176 ということで、めちゃめちゃやっぱ打ってますよね。ここまで打ったら、さすがにね、ちょっと使ってみようかなとはなるんですけれども、1軍に打ったらまた点でね、打てない、打席数もね、そんな上げられないということで、どうしようかなっていうのが今現状続いているかなというふうに思います。まさに2軍の帝王と呼ぶにふさわしいね、成績になってきた石川慎吾選手。やはり出てくるのはトレードの声ですね。彼を巨人にさせるより他のところに出した方がいいんじゃないかというところがですね、結構な大きさになって聞こえて切り出し始めました。で、そんな中ですね、彼のトレードは現実的にどうなんだということを少しお話ししていきたいと思います。はい、トレード考察ということで、石川慎吾選手トレードあるのかないのかというお話なんですけど、はじめに私の、結論から言いますと、可能性は低いんじゃないかなというふうに私は思います。なぜかと、言いますと、やはり他球団での需要はある選手だとは思うんですよ。打てる選手ということで、右打ちの大砲候補、これだけね、2軍で結果残しているんですから、やっぱり頻打に苦しんでいるところっていうのはね、手を出したいところではあるんですけど、他球団云々とかいうよりも、巨人側がちょっと出せないんじゃないかなと思うことが一つありまして、それがこちらですね。支配下の右の外野手というところが、一つね、巨人のネックになっています。現在ですね、支配下登録で右の外野手登録の選手というのは、この石川慎吾選手と楊大観選手、この二人のみなんですね。これはもうめちゃめちゃ少ないです。他の左打ちの選手とか、それこそですね、外野守れる内野手登録の人っていうのはいるんですけど、本職で外野を守る右の選手っていうのはこの二人だけなんですよ。
なので石川慎吾選手をトレードで出してしまうと今シーズン残りは楊大観選手一人だけになってしまいますね。でさらに楊選手も今シーズンで契約が終わりと、まあそうですね、来年結ぶかどうかっていうのは結構危ないところなんで、仮に彼がいなくなるともうね誰もいなくなってしまうんですよね。まあもちろんルーキーは取るとは思うんですけれども、支配下の右の外野手というところでルーキーのみっていうのは結構厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思います。はい、そういう理由で私は石川選手は出せないんじゃないかなと、今シーズンはね、そういう理由で出せないというふうに結論で、私は思いました。はい、でそれでもトレードするならというところでございまして、まあいろいろお話してきましたが、そんな中でもまあトレードの可能性ないわけではないので、まあ可能性として探っていきましょう。で外野を守れる右打ちの選手ということで、内野もね含めると結構いまして、最近菊田選手もね、レフト練習したりしてます。で広岡選手も外野経験ありと、で若林選手両打ちで右も行けると、でウィーラー選手で増田大輝選手などね、まあこの他にもいるとは思うんですけれども、まあ不可能ではないじゃないんですよね。バランスはかなりね、球団としては悪くなってしまうんですけど、一軍のメンバーだけを考えると、まあ、不可能では本当にねないので、まあ補強という意味、石川選手の活躍の場を与えるという意味ではなくはないのかなっていう気はするんですけど、まあ、やっぱ本当にアンバランスになりすぎてしまうので、個人的にはやめた方がいいんじゃないかなというふうには思いました。はい、あとは複数トレードという形ですね。石川選手と、まあ、例えば巨人のピッチャーで、向こうのピッチャーと右の外野手ということで、まあ、石川選手出しても、新しい右の外野手が来るんであれば、全然いいかなというふうには思うんですけど、まあ、果たしてそのトレードに意味あるのかと言われると、ちょっとね、疑問が残るところではありますので、まあ、いろんなね、ちょっと角度から見ていっても、やっぱり個人的には出さない方がいいんじゃないかなという結論にね、行き着いてしまうので、まあ、皆さんどうなんでしょう。結構これは割れるかなというふうには思いますので、それも含めたねコメントなどありかなしかでね、お答えいただければというふうに思います。はい、では最後ですね、まあ、皆さんのネットでの反応など見て終わりたいと思います。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。石川慎吾、個人的に好きな選手ではあるんだけど、巨人の外野パンパンすぎる。ダイソーは守備固めできるなら一軍に行くの残れると思うけど、打撃だけが取り柄の慎吾にとって今の巨人では居場所がない気がすると。まあそうですね。そういう意味ではやっぱり巨人としては使いにくい選手ではあるのかなと。打ってなんぼの選手なので、代打から入って、そこから結果出してくれないと、いかんせん使いようがないという感じではね、確かにあるかなというふうに思います。はい、石川慎吾はスタメンで出続ければ正直太田よりはいい成績残せると思う。代打タイプではないことは確か。太田も代打では全くダメだしねということで、そうですね、まあくしくもね、同じトレードで、まあ、交換されたこの2人なんですが、やっぱり重なるところはねあるかなというふうに思います。本当に出し続ければですね、石川選手活躍すると思います。指標も悪くないです。いろんなね、まあ、石川選手なんで活躍できないのかなというふうに調べていたんですけれども、めちゃめちゃ悪いところっていうのは見当たらなかったので、やはりね、しっかりと試合に出て、で慣れていけばどんどん打っていくタイプの選手かなというふうに思いますので、そういう意味では出してあげたい気持ちはあるんですけどね、まあそれは、いつになるのかと、まあはたまた巨人でしっかりレギュラーをつかむようになるのかわからないんですが、彼の活躍ね、期待したいなという限りでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。